社会が変わった、暮らしが変わった。この変化を受け止めながら日々の歩みは進んでいるのに、政治はいつ変わるのか。新しい風を送り込む、走ってきました、ランナーです。自らの身を切る改革をやりましょう。行財政改革進んでいくと財源が生まれます。維新の会に変わってからずっと黒字です。おかしな昔の政治に戻しちゃダメ。前へ進めていきましょう。前に進めていきましょう。日本維新の会代表の馬場伸幸です。私たちは常に挑戦を続けてきました。政治の現状に対して正面から取り組む集団であり続けてきました。課題の解決を先送りにして、本質とは関係のないところで足を引っ張り合うような政党とは異なり、進めるべき改革はスピード感を持って前に進め、間違ったことには代案を持って議論する、そのような是々非々の精神で私たちは政治に向き合っています。旧態依然としたしがらみだらけの政党に現状を打破する力はあるのでしょうか。私たちには派閥や形式だけの慣習、既得権の慣れ合いといったものはありません。政治を、国を良くしていくことを目的にして改革実行に全力を尽くします。結党以来取り組み続けてきた身を切る改革、我々の待遇からまずは見直し、国会の透明化、合理化を進めていきます。また景気対策も喫緊の課題です。物価の高騰は止まらず、正しい税金の使い方も示されていないにもかかわらず、次々と増税の話が出てきています。国民の皆様のみに負担を強いて作られる財源には先行きはありません。私たちは徹底した行財政改革を行い、行政・政治の無駄・非効率を見直し、財源を生み出します。私たちには地方財政を立て直してきた確かな実績があります。日本維新の会共同代表の吉村博文です。次世代への投資、少子高齢化が進み人口が減少している今だからこそ最優先で取り組むべき政策です。私が生まれた時代の子どもの数は200万人です。それが今は半分以下です。自民党の政治に任せていて少子高齢化は改善されましたでしょうか。されていません。子どもの数はどんどん減っていっています。維新が全国に先駆けて大阪で進めてきた教育の無償化をはじめとした未来への投資の実績、そしてその実績を今こそ国政に、日本全体に広げていきたいと考えています。必ずできます。誰もが経済状況に左右されずに子どもを産み育てるという道を安心して選べるように、そして子ども自身が自分の可能性を追求できる社会を目指していきます。その未来への投資は必ず高齢者の皆様にも還元されます。安心して出産・子育てができる環境が整い、出生率が上がり、若い世代が頑張れる社会が実現できれば、高齢者の皆様の生活を支える基盤も強くなります。教育への投資は子育て世代だけではなくて日本全体を元気にすることにつながるんです。今の日本、停滞感が漂っています。失敗を咎め、新しいことへの挑戦がしづらい社会になっているように見えます。私たちが実現させたいのは、すべての方々が失敗を恐れずにさまざまなことにチャレンジできるような多様性のある社会です。例えば働く世代の人々、失敗しても再チャレンジができるような手厚いセーフティーネットの構築を図っていきます。新たなチャレンジを行うための活力ある制度、セーフティーネット社会を実現し、
そして新しい事業への挑戦に対して積極的に後押しをしていきます。私たちは今取り組むべき課題を見据え、将来の利益のために挑戦ができる政党です。決まった正解はないかもしれませんが、政治をより良い方向に進めていく、そのための努力は止めません。道のないところに道を作る、これこそが政治家の仕事だと考えています。一人一人がその意識を持って日本維新の会に集まっています。古い政治を変えて新しい政治を作っていく、私たち日本維新の会をどうかよろしくお願いいたします。それでは共に挑戦を続ける仲間を紹介します。東京都第15区金沢由衣。日本維新の会金沢由衣です。私は5年間地元江東区で区民の皆様と共に活動を続けてまいりました。政治家の家系でもお金持ちでも有名人でもありません。民間企業で働いていた時に先が見えない日本の未来、老後の不安を抱えながらも変わらない政治、女性が生きづらい社会構造に疑問を持ち、気がついた人が社会を変えるべく挑戦するべきだと思い、会社を退職し、私はこの5年間地元江東区を歩き、皆様のお声をお伺いしてまいりました。そして令和3年に初めて挑んだ衆議院選挙では44,882 票ものご期待をいただきながら、わずか 1.9% の差で惜敗となりました。皆様のご支援であと一歩のところまで迫りながら、自分の力不足に悔しい思いでいっぱいです。私は頑張っている人が迎えれる社会を目指しています。私の掲げる政策の中での重点政策が、しがらみのないクリーンな政治、消費税の減税、社会保険料の負担軽減、教育の無償化です。今の政治を刷新し、江東区からクリーンな政治を実現する、政治への信頼を取り戻す、子どもたちが未来に希望を持てる国を作ることが私たち大人の役割ではないでしょうか。5年間誰よりも地域の声を聞き活動してきたからこそ、私が皆様の声を国へ届けてまいります。皆様の一票をどうか私に託してください。共に未来を作ってまいりましょう。日本維新の会は挑戦を続け、その先にあるより良い未来を作る政党です。私たちは目の前の課題から逃げずに、皆様の生活を少しでも良くするための改革を実行します。日本維新の会をぜひよろしくお願いいたします。維新発策。1、政治改革、国会改革。2、統治機構改革。3、ウクライナ危機と日本の安全保障。4、短期の景気対策。5、長期の成長戦略。6、未来への投資、多様性。7、危機管理、科学技術、環境。8、憲法改正。維新はやる。日本維新の会。維新。